はい、皆さんこんばんは、えー、筑波大学の柳沢と申します、えー、と私どものプロジェクトはですねこのまあ日本語では「2つの眠り」となるわけですけども「睡眠と冬眠」という切り口から、えー、この100年生きても健康な社会に向けるというこの、えー、ような取り組みをしているわけですねでこちらまあその2040年の社会の姿というイラストなんですけれども まあ、睡眠の障害ないしは睡眠の問題というのは本当に万病のもとでありまして今までの講演や平野先生の総括で出てきたような疾患全てのもとになるというふうに私たち思っていますしそのようなエビデンスが5万とあるわけですねでそのものをまあ根本的に解決したいというのが我々のプロジェクトの最終的な目標ですそのためにはまず睡眠 いや冬眠の謎を解かなきゃいけないいけけわですねこちら再度島民のことが書いてありますけども島民冬,冬の間に動物が代謝率を最大限下げて、まあ、時間稼ぎをするそういう適用行動なんですけどもその時間稼ぎの部分をですねこういう救命救急医療やひいては宇宙旅行も含めてですねそういうことに応用したいとそう,そういう方も考えているということです。でまあ、睡眠が 健康の根源的なとであるとまたは睡眠の障害というものがないしは睡眠の問題というものが全ての耳を状態のもとにあるという言われてもですねなかなかピンとこない方も多いと思うんですけれどもエビデンスは多方面から5万とあるという言い方をしましたが睡眠の問題があるとですね単純に言って例えばメタボリック症候群ですねがん認知症メンタルの問題 そういった非常にそのまあ頻度の高い疾患。が増えるし、そういう疾患が増えると逆に睡眠が悪くなると。いうことで、そこで悪循環を形成するということは。もう疫学的には、かなりきちんとエスタブリッシュしています。で、そういう、そのようなことをですね、端的に表すのがこの。実はこの寿命の図なんですね。これ7時間ぐらい眠ってる人が一番寿命が長いですよっていう図なんですけど。で、それより短くても長くても。 寿命短くなっちゃいいますすという図ですこのようなあの疫学的な調査世界中で行われてましてほ,ほとんどの疫学調査は全く同じ、えーまあ、答えを出しているわけですねしかしこの図を見るときに右半分左半分全然意味合いが違うということ皆さんわかるでしょうか左半分はですね睡眠不足も立派な病気立派な睡眠障害なんですね まあ、厳密には睡眠不足というのは生活習慣なんですけどもそれを慢性的に続けているというのは私に言わせると病気ですでその睡眠が足りない人というのは寿命が短いと非常に単純です右半分はこれは全然意味合いが違います寝すぎが良くないと言ってるんではなくてこれは逆に睡眠が長いということが何かあの隠れた病気のあるマーカーになっているよということなんですね やっぱり睡眠が長い人って何,何らかの問題を抱えていてそのためにじゅ、えーまあ、この場合は寿命が短いと,いうことですまあ,あのこれは単純に寿命を見たものなんですけれども、えー、睡眠の問題っていうのはそういうあらゆる健康問題のおもといになるし、えーまあ、昼間のな何よりも昼間の時間の質が悪くなるということですね。で少し 哲学的なというかですねより基本的なことに触れたいんですけれども睡眠と冬眠2つの眠りと申し上げましたけれどもこれはよくよく考えてみると地球の時点と地球の光点に対する生物たちの適応現象ですつまり地球の時点によって夜と昼ができているわけですよねその夜と昼に行動を最適化したその結果というのが睡眠ということですね夜寝る動物も昼寝る動物も いろいろいますけれどもそれぞれにそのニッチの中でそれぞれの種がそれを進化させてきたとで、睡眠に関してはですねすべての動物が眠るということが知られていますただしその種によって非常に睡眠時間具体的に言うと異なってくるわけですね非常に短いものから長いものまでいろいろありますということです 一方冬眠はですねこの地球の後天に対する生物学的な適応というふうに言うことができます。冬、特に冬ですね、まあ、食べ物が手に入らない入りにくい非常に寒いそういう環境の中で哺乳類はある種の哺乳類はですね非常にこの特殊な状態、まあ、ほぼ体の代謝をゼロに近くまで下げてしまってそれを過ごすという、まあ、いわゆる時間稼ぎをするということで。 こちらはですね、霊長類を含めいろんな動物が冬眠するんですけれども一部の動物だけですねところがこれもう少しこう何て言うんでしょうか系統発生の順番に両方ともこれですね睡眠と冬眠を系統発生の順番これ全て哺乳動物ですけれども並べたものなんですけれども非常に様相が違います先ほど言ったように冬眠というのはですねここに小さく色がついているのが冬眠を行う動物なんですけれども 遠くから見ても分かるようにですねいろいろな、えーまあ、哺乳動物の種族の中でこのパラパラとこうどっかに固まってるわけじゃなくてパラパラとこう冬眠するものがそれぞれのブランチの中に現れてきてるんですねさっきも言ったように霊長類を含むものです。すなわちこれ非常に興味深いのは冬眠をする能力というのはもしかしたら すべての哺乳類が潜在的には持っていてそのようなメカニズムを持っていてしかしそれを実際に使っているか使っていないかの違いなんじゃないかというアイディアが出てきます一方この睡眠というのは先ほど申し上げたようにすべての哺乳類が眠るんですねオーカリスクの中で眠りますこれ縦軸は1日の,とあの睡眠時間ですけれども短いものは34時間長いものはもう20時間近く眠るしかしこれも遠くから見ると分かるようにこれは逆にですね進化系統樹が近いと この睡眠時間が近い傾向にあるのが遠くから見えますつまりこのそれぞれの種の DNA にですね一日何時間ぐらい寝なさいよというそのセットポイントが刻まれているということを物語っているんですねしかしじゃあそのセットポイントがどのように決まっているのかそのセットポイントを操作することができるのかそういったものは全くの謎として残されているわけですで、まあ、このようなです、ね、睡眠と冬眠という切り口から我々のプロジェクトでは 例えばこのようなですね具体的な目標遠い目標ですけれども2040年の目標を定めて今日はその中からですね、まあ、少し具体的な過去1年半ほどの間に起こった進歩の部分ですねを少し個別に解説していきたいと思います。まずこの先ほどあの睡眠の睡眠量のセットポイントっていう言い方をしましたけれどもこれ非常に基礎的な部分なんですがそもそも 睡眠がどのように一日の睡眠量ですね決まっているのか全く分かっていません謎に包まれていますそしてその謎に非常に、まあ、密接に関係する謎別の言い方をするとその謎をですね別の方面から言い方をすると眠気の実態ですね眠気というのは、まあ、起きている間にだん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 たまっていって 寝てる間にそれが解消徐々に解消されていくということは誰もが経験するわけなんですけどもそのメカニズム全く分かっていないということです。で、まあ、あの細かい具体的なところは今日はお話しする時間ないんですけれども我々はですねその眠気が脳の中で表現されていると考えられるその眠気を表現するこの分子パスウェイ神経細胞の中の分子のこの情報伝達パスウェイの一部をですね今えー、と、えー 解き明かしつつあるというふうに思っています一方このレム睡眠ノンレム睡眠って聞いたことあると思うんですけどもレム睡眠ノンレム睡眠を切り替えるようなこの脳のメカニズムですねこれも少しずつわかっていってるということです次々行きますけれどもこの今ノンレム睡眠と言いましたがノンレム睡眠中というのはこの脳波ですね頭の表面ので測ることができる まあ神経由来の非常に微小な電気活動ですけれどもこの脳波が除波化する除波っていうのはつまり周波数が非常に大きな波振幅が大きくて周波数の低い波ですねそう,いうそういう状況にノンレム睡眠中になることが知られてるんですけれどもそ,れその除波脳波が除波化するメカニズムって実はよく分かっていないんですね。 で我々のグループの一員である大井さんたちの研究なんですけれどもこれヒスタミンという脳内物質がありますねで抗ヒスタミン剤っていうのを飲むといわゆる第一世代の昔のものを飲むと眠くなる誰でもこれ経験することですけれどもそこに彼は注目してヒスタミンの受容体が脳内の神経細胞にあるわけですけれどもそのヒスタミン受容体を持つ神経細胞を 抑制してあげる人工的に抑制してあげるそういう技術があるんですがそれをやるとですねなんと覚醒中も脳波が除白化するって非常に興味深い現象が起こるということが分かってまいりましたこれをきっかけにしてですねどうもだからヒスタミンそのものがその脳波の除白化に関与しているらしいということでそこのメカニズムを今探究しつつあるというところでございます今ノンレム睡眠レム睡眠の切り替えということを <laughs> 繰り返しし言いましたけれども実はレム睡眠というのは必ず、まあ、動物が起きてる動物ないしは人間も同じなんですけど人間が起きてる状態から眠りに入ると最初に来るのは必ずノンレム睡眠なんですね。でノンレム睡眠がある程度続いてから初めて最初のレム睡眠が来ます。で両方ともノンレムもレムも睡眠としては極めて重要なんですけどもこの。 なぜ覚醒から直接レムに行かないのかというのは非常に昔から疑問あの大きな謎だったんですけどそれが最近ですねこの我々のグループの桜井さんのところの長谷川助教がですね解きましたごく最近論文になってますけれども実はこの ドパミンという脳内のこれもシグナル伝達物質がありますけれどもそれがですねこの扁桃体という、まあ、いわゆる感情の座というよく言われる脳の部位なんですがそこに働いてこの扁桃体におけるドパミンのこれ量を見てるんですけども s a が起こるとノンレムからレムに切り替わるんだということを世界で初めて発見したわけですねで実はこのサージによって扁桃体が最終的には活性化されます でそれによって多分なんかレムに関係した夢見のような現象ですね夢のような現象っていうのももしかしたらトリガーされるのかもしれません、まあ、レム睡眠中に扁桃体が活性化されるというのは昔から知られてるわけですねでノンレム睡眠中ではですねそれが絶対に起こらないんですねあごめんなさいあの覚醒の状態ではそれが今のサージが起こらないなのでレムは生じないわけですところがですねナルコレプシーの ナルコレプシーという病気が知られていてこの病気ではオレ,キシンが欠損オレキシンという覚醒物質が欠損した状態なんですけれどもその状態では覚醒からレムに飛んでしまうんですねそれをキャタプレキシーという浄動脱力発作という発作なんですけれどもオレキシンがないとですねこのサージが覚醒中にも起こってしまうそれによってこのレムのゲーティングというものがなくなってしまうんだということが分かってまいったわけです。 さて、レム睡眠に関してはいろいろな疑問あのノンレム睡眠に比べると分かっていないことが多いんですけれども、えー、このグループの林さんのラボでは最近非常に面白いことが分かってきてあのノンレム睡眠中皆さんあの睡眠というと脳が休息しているというイメージを抱かれていると思うんですそれは誤りなんですね。ノンレム睡眠中でも実は例えば脳の血流を見ているとほとんど覚醒時と変わりません。えー、代謝率。 落ちないんですねだから脳は決して休んでるわけではなくてコンピューターで言えばオフラインのメンテ状態のようなことですでこの血流を実際に観察することによってこの定量的に測ったところレム睡眠中はですねむしろ血流が大幅に上昇するんだということを彼ら発見しましたもしかしかたらです、ね、レム睡眠というののはこの な,なんか脳の中で溜まってきたいろいろな老廃物やなんかを洗い流す作業が作用が一部ではあるんじゃないかということを彼らはスペキュレーションしています。実際レム睡眠が足りない人っていうのは認知症のリスクが上がるということが分かっていてこのレム睡眠を何らかの形で増やしてあげるといろいろなあの病気やですねメンタルの不調うつ病さっき認知症を言いましたけどもそういったもののリスクが下がるらしいということも分かりつつあります。 さて一方その起きてる間にこの睡眠に対するプレッシャーですね眠気が溜まっていって寝てる間にそれが解消されるということを先ほど言いましたけどこのメカニズム全くつかめておりませんそこでこの同じ林さんのグループではですね宮崎くんという大学院生の仕事なんですが線虫ですね土の中に本来住んでいるほんの体長1ミリぐらいの小さな ミミズのような非常に小さな生物ですけれどもこれ非常に単純な神経系を持っていて、まあ、モデル動物としていろんな遺伝学的なツールが使えるのでモデル動物の一つですで。なんとですねこの宮崎さんはその線虫に一つだけある神経細胞実は線虫の神経細胞全ての体の細胞がカタログ化されている非常に数少ない動物の一つなんですけれどもそのうちの。 体全身に1個だけある神経細胞 ALA という名前がついている神経細胞が実はこの眠気をそのこのものをどうやって哺乳動物にトランスレートするかっていうのはこれ大きな問題なんですけれども少なくとも線虫ではこういうような神経機構が見つかっていて少なくともその 分子レベルやですね神経回路のレベルで共通する部分があるんじゃないかと期待して今ここからですねどうやって、えー、哺乳動物にトランスレーションしていくかということを考えているというところです。一方先ほどオレキシンという覚醒物質が欠乏するとナルコレプシーという病気になるとこれ我々が二十数年前に発見した事実なんですがオレキシンが欠乏したのもナルコレプシーですのでオレキシンを補ってあげれば 根本的なな病院治療になるわけですねそれを目指してですねこのオレキシンの受容体の作動薬の創生というのを続けていて、まあ、着々とですねより良い化合物ができてきているというところです。これあの、まあ、最終的にはあのクリニカルトライアルに行けることを目指して頑張っていくということですね。一方この最初のイラストでもあったんですけどそもそも睡眠は測ることが大変なんですね。 あの本来のその人の日常のですね本来のその人の睡眠の姿というものを、えー、脳波のレベルできちんとデファインするっていうのはなかなか大変なことなんですけどもそれを可能とする第一歩としてですね我々こういう IoT デバイスと呼べるようなものそれからこのような小さくて申し訳ないんですけどもあの、まあ、ペラペラなまあ 紙のようなです、ね、印刷電極をおでこと耳の後ろに貼り付けるだけで誰でもどこでも自分で、えー、睡眠ノウハウを測定してしかもきちんとですねこの睡眠の各ステージのその脳ウ,ウの脳波やこの筋電図眼電図も同時に取れるんですけれどもそれがそのような情報がですねきちんと保たれた形で、えー、測れるようなデバイスそしてまあこれ IoT デバイスでノウのウの データはクラウドに飛んでそのクラウド上で AI によってこのような睡眠ステージングというのができるわけなんですけどもそういうシステムを開発しているということですねこちら筑波大学発のベンチャー株式会社睡眠というのを立ち上げまして今そこでこれを開発して実際事業化してこれから広げていくところにありますさて最後のこれデータスライドなんですが、まあ、一方島民の方ですねこれは 先ほども名前出てきましたが桜井さんのグループの大学院生の高橋さんという方がですね2年ほど前に大発見をしたんですけれどもこのネズミ我々が使うハツカネズミは本来冬眠を行わない動物なんですけれどもその動物ハツカネズミのこの視床下部というところにあるある特殊なこの吸ニューロンと呼ばれる非常に数少ない神経細胞を特異的に 刺激してあげるるととと突然マウスがですね冬眠用の状態に入るということを彼らは発見しましたで今ではこれをですねいわゆる光電学という手法を使って非常にこうシャープにですねこう通常な状態から光をピンと当ててあげるとポンと冬眠状態に入ってポンと戻るというようなことまでできるようになっていて実際のこの、えー、冬眠と、えー、通常の状態の 本来冬眠する例えとこれがまあこの人工冬眠への第一歩でありましてこれ同じことが例えばサルで起こるかそれからより非侵襲的な方法で同じことを起こすことができないかということに向けてですね最終的には人間に応用することを目標として今頑張っているというところでございます。 はい、私どもの,あのこのムーンショットプロジェクトはです、ね、この筑波大学の国際統合睡眠医科学研究機構長新しい名前なんで、TRILIS と自分,で自分たちで呼んでますけれども、TRILIS のこの PI の方々、主任研究員の方々の顔写真を並べてありますけれども、彼ら総出でですねべてこのムーンショットのメンバーとなっていただいて、多、えー、方面からこの2つの眠りの切り口ということから進めています。 でこの s イ s のメンバーに加えてです、ね、国内および外国のです、ね、重要な共同研究者たちをリクルートしていて島民に関してはこのサルをやっておられる松本さんや桜、まあ、井さんと一緒に島民やっている砂川さん、理研の方ですねそれから睡眠に関してはこのセイパーとかビヤゾウスキーチンフワリユといった我々の重要なコラボレーターと一緒にやっています。 それから、インフラストラクチャーとしてこの AI や数理の部分というのは必須ですのでこういうそういうコアのグループも一緒にやっているということでございます。こちらが最後のスライドで、まあ、我々のプロジェクトの社会的なインパクトですね、最終的なインパクトをこのようなカードあの漫画でまとめてみましたけれども まあ最終的な遠い目標としてはですねこの人類を睡眠というものから解放できないかというようなことまで考えております。であの何度も同じことを言いますけれども健やかな睡眠というのは本当に例えば健康寿命ですね今 健康寿命と最終的な寿命の間に10年以上の開きがあるというお話が最初にありましたけれども、そ,れをその開きを縮めるためにも必須であるというふうに思っているということです。私からは以上です。ありがとうございました。 それでは、ここで質疑応答に入りたいと思います。まあ、先ほどと同じ、えっと、方法で、えっと、フロア、あるいは、まあ、あの、ネットの方から、ご質問いただきたいと思いますけど。あ、じゃ、そちらの。あ、先生、ありがとうございました。あの、睡眠に、睡眠と冬眠に関する、あの、最先端の。 情報を勉強させていたただきましたあの睡眠についていろいろ計測方法というのが進歩してきてるということは理解できたんですがあの一般の生活者にとって、えー、と私はあのどうしたら健やかな睡眠ができるかというところが非常に 大事なのではないかと思うんですがそこら辺について先生あの一連の研究の中から何かこう知見のようなものがあったら教えてくださいはいありがとうございますあの睡眠の分野においてはですねこの最先端の研究とそういう日常に今現在すぐにですね応用できるノウハウというところにすごい乖離があるんですねで残念ながら世の中にルフしているいろいろこうやるとよく眠れますよっていう情報いろいろありますけれども 非常に信頼度の高いものから低いもので,玉石根高で,すで私の個人的なまあ,あのそういうなんていうのかな今すぐに応用できるノウハウのようなものも我々の研究機構でそういうのを発信するっていうのも我々のミッションなんですけども私が最近よく言ってるのはですね睡眠の質を上げるっていうのは減点法だと思ってくださいということですね。つまりこうすれば 例えば何かこういうサプリを飲めばとかですねこういうことをすれば万人いつでもどこでもいい睡眠が取れますよというソリューションはないですほとんどないですそうではなくてこれをやると確実に睡眠悪くなりますというのはたくさんいくつか知られてるまあたくさん知られてるんですねでそういう減点要因を一個一個減らしていくっていうのが今すぐに応用できるノウハウかなと思ってますあのすごく単純なこととを言うと その原点要因の例ですけれども当たり前のことを言っているように聞こえるかもしれないけれども夜、カフェインを飲まないカフェイン飲料を飲まないとか寝る直前のアルコールですねいわゆる寝酒これはもう逆効果なんでやめていただきたいそれから明るいところで眠るとかうるさいところで眠るとかですね睡眠のあごめんなさい寝室の気温が高すぎる低すぎるそういう言われれば当たり前のことなんだけど守れてない方も多いんですよね。 そういうところから始めるしかないということです。原点法だということですね。はい、ありがとうございます。はい、他に誰かあの、はい、どうぞ。すみません、ちょっと研究の方のあの質問になってしまうんですけど、あのドパミンサージをが起きたときにあのレム睡眠の発作が起きるというマウスの結果をちょっとお示しいただいて。 であの実はパーキンソン病においても、修道ナルコレプシーがあるんですよね、でドパミン神経がこう脱落しているので、ドーパミンが出ないんじゃないかなというふうに思うんですが、この,あのパーキンソン病におけるその修道ナルコレプシーの,、えー、となんかそのメカニズム的なところの示唆があれば、教えてください。ありりがとうございますあのこれかなな専門的なあの ご質問ななでで、まあ、専門的に答えざるを得ないんですがパーキンソン病におけるナルコレプシー用の症状というのはおそらくです、ね、あの先ほど言ったオレキシン神経があの同じメカニズムで、まあ、パーキンソン病の一部として、まあ、ドパミン神経にスペシフィックではないのでオレキシン神経もやられている場合が多いようですそういう実際データが出ていますねあのそういうナルコレプシー用の症状を示すパーキンソン病の患者さんはオレキシンが低いということで こととが出ていると思いますであのパーキンソン病でも別にレ,レム睡眠が即座になくなるわけじゃないんですけどもちろんドパミンが完全になくなっているわけではないということとこれはあのいわゆるパーキンソン病で最初にやられる告質ではないんですねこのドーパミンの起点というのはここに書きましたがえっとあの複足被害というところでちょっと違うのでその辺りの まあ、ドパミンといってもいろいろあるということだと思うんですけども、はい、あの治療としたらもう日中の,その突発性睡眠をこうあの軽減させるっていうところを狙いたいかなと思うんですけどもそうすると,あの、えー、とオ,レオレキシンと同じような形であの、まあ、オレキシンを投与するっていうかそうですねオレキシンのアゴニストが開発できれば今実は最先端走ってるのは日本の武田さんなんですけれども。うんあの 小分子量のオレキシンアゴニストが実用化できれば、その通りでパーキンソン病のような患者さんの突発性の昼間のですね、睡眠のようなものも抑制できる可能性が高いと思います。はい、ありがとうございました。はい、あ、じゃあ会場からもう一。 すすまませんんありがとうごございい、えっと、めんなさい質問2点ぐらいあってまず1つ目が脳波、まあ、測定デバイスの開発とかあ,りあったんですけど、まあ、なんか最近あの仮想通貨界隈とかで寝ながら稼ぐみたいなスリープ・トゥー・アーンってなんかいうワードを聞いたことがあるんですけど僕は全く知らないんですがなんかそことの連携ってなんか今後取ったりするんでしょうか すいません私スリープトゥー,アーンってよく知らないんですけどどういう話なんですかなんかあの、まあ、単純にそのスマートフォンにアプリを入れてなんかそのたんなんか睡眠のリズムか何かを測ってそれをなんかやることによって仮想通貨がチャリンって発行されるような仕組みがあるらしいんですよね。でなのでなんかそういうなんかそのスリープトゥー,アーンっていうのを睡眠のデータを集めたいがために なんかやってる取り組みなのかなとも思ったんですけどなんかそれとああそういう意味ですねああ分かりました分かりましたはいあのそのような取り組み世界中で今いろいろな方がやっておりますそれで要するにそういうあのスマホとかウェアラブルまあ,あの例えばフィットビットのようなですねこう腕時計型のウェアラブルデバイスとかそういうあの誰でもど非常に簡単に使えるものを使ってそういう何らかのインセンティブを与えて多,い多くの人の睡眠の様態を調べようという運動を いろんなとこででやっておられまますねで、まあ我々は直接そこにはあの行ってないんですけれども我々のはそのまあフィットビットにしろその手のウェアラブルデバイスで測れるのはやはりまあ体の動きと、まあ、先ほど言っておられましたけども心拍とか呼吸とかそういったもののパラメーターだけですので直接睡眠を測っているわけではないんですねあくまでもそこから睡眠起きてるか寝てるかを予測している。まあ あの最近のデバイスはレム睡眠とノンレム睡眠を区別できるってクレームしてますけど実はあの区別非常に正確性は悪いです我々そういうのももちろん検証してるんですけども、はい、なので私どもがまあ直近でフォーカスしてるのは睡眠って脳波がゴールドスタンダードなんですねやっぱり脳波をとってそれがまあ睡眠の定義なので脳波、まあ、をいかにまあ手軽にとれるか。 少なくともその普段その人が寝ている場所でしかも一晩だけじゃなくて例えば1週間ぐらいにわたってときちんとした睡眠脳波をとるかそういう方向が我々の目指しているところです、まあ、しかしこれがです、ね、本当に普及するとあの本当に100万人わ私よく言うんですけど100万人の睡眠脳波をとりたいねというふうに言っております、はい、ありがとうございますあとそうだ、ね もう一個。もう一個。そうでなんか、あの、どっかのページに、そのウイルスベクターっていうワードが。ちょっと出てきたんですけど、その睡眠とウイルスベクターの関連性って。ちょっと、どういうものなのかっていう、ちょっとイメージつかなかったんで、そこだけ、もうちょっと。<あ>いはい。ごめんなさい。あの、先ほどの。栗田さんの。報告でも、あの。 ウイルスベクターって言葉たくさん出てきたと思うんですけどこれはですねもうあの今の最先端の生物い医学生物学における非常に指揮たすな皆さんが使う道具です必須の道具ですね要するに DNA とか RNA をどうやって細胞に入れるかというその入れる媒介になるものをベクターって僕ら専門用語で呼ぶんですけどその中でよく使われるのがいわゆる えー、あんまり病原性のないようなウイルスをそういうベクターとして使うということで、うん、非常にあのもうみんなが使う道具と思ってくださいはいわかりましたありがとうございましたえっと会場えー、っとネットの方から来ております質問が一つあるんですけれどもまあ精神科医の先生から患者さんは眠気を感じても寝ることができないえー、っとケースがありますと眠気と睡眠というのは 1> 1対とと考ええる理由を教えてくださいという、はいはありがとうございますそれ非常に重要なご質問でありまして今おっしゃったのはまさに不眠ということですねあの不眠インソムニア不眠っていうのは自分が眠りたいのに思うように眠れない状態というのが不眠です先ほど言った睡眠不足とは根本的に異なるわけですねで不眠の病態整理って実はこれも謎に包まれておりまして よくわからないんですね眠,眠いと思っているのにいざ眠ろうとすると眠りに落ちることができないでこの不眠という状態もいろいろありまして主観的不眠っていって実はそこで脳波を測って客観的に測ると実は結構眠れてる患者さんもいるし脳波上でも本当に眠れてない客観的不眠といわれる状態の患者さんもいて難しいですあの。不眠の病態整理は私は今のところほとんど何も分かってない状態。 あのいわゆる何て言うんでしょうかこう専門家の間でのハンドウェービング議論はいろいろあるんですねいわゆる価格性の状態ってよく言われるハイパーローザルのようなことを言われますけどもじゃあ価格性ってどういう状態なんですかって言われても専門家でもきちんと答えることはできないという感じですね。はい ありがとうございましたもう時間が来ましたのでまああの今日えっと睡眠に関してはまあいろいろと皆さんお聞きになりたいことはたくさんあると思うんですけれどもえっ、ー、と今日のところはこれで終了させていただきたいと思いますそれではこのセッションはこれで終了させていただきたいと思います柳澤先生どうもありがとうございましたありがとうございました